こんにちは、あやのです、YouTube を見てくださってどうもありがとうございます、昨日は祝日でしたね。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、久々に私の宇宙的雑談というか、まあ普通に雑談なんですけど、はい、なんかね、私の最近は、春分の日のイベントに向けてですね、告知ページとか、あとはいろいろなこう詳細とか、まあ、そういうの準備ですよね。なんかこうやりながら、自分の舞台とか公演みたいなね、そういうのを、準備してるプロセスと似てるなと思って、なんかこう種類が違ってもこうやることって私一緒なんだななんて思ってましたね。それでとうとう昨日こんな夢を見たんですけど、なんだか分かんないけど、場所とかちょっと設定は分かんないんですけど、衣装がね、舞台のお衣装がいっぱいあって、でそ のテーブルの下にこうハイテーブルっていうか、なんかこう、細長いテーブルの下に衣装がバーって並べてあって、で休憩時間にね、一人でこうコーヒーを飲んだらこぼしちゃったんですよね。でパッと見たら下の衣装にてん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 ってコーヒーがこぼれちゃってて、やーべーと思って慌ててそれを広げてトン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 こう拭こうかなと思って、もううわーってなってるところに、その先輩のダンサーっていうか、がいらっしゃって、畳の手伝ってあげるわみたいな感じで、私のなんかなんていうの、やっといてくれてありがとうみたいなこと言われて、やべこれ私のじゃないんだと思って、コーヒーをこぼしただけでもうぶっ殺されるのに先輩の衣装にコーヒー垂らしてしまったみたいな、そんなギャーっていう、これは正直に言わなきゃみたいな、そういうね夢を見たんですけど、何がおかしいかって、多分今のなんかこう切羽詰まってるね切羽詰まってるんですよ自分の、そういったのが反映してるんですけど、舞台の前ってねこういった夢ばっかり見るんですよ。例えば、もう本番が始まってて、慌てて舞台袖に来てもう自分の出番なのにパジャマだとか、あと髪の毛を何度言ってもなんかポロポロって取れちゃうとか、そういうもう準備ができてないのにどうしようっていうようなね、焦りと不安ですよね。そういった夢ばかり見るんですけど、実際今回私踊るわけじゃないのに、なんかもうパターンとしてそういった舞台とかお衣装に関することでイメージで今の自分の心境がまた映し出されてるっていうので、朝からいや変わってないなって思いながら起きました。はい、別にねそんなに、なんだろう、やっぱりなるべく早く詳細を皆さんにね、ライブ配信をするのでそういうのをお話ししたいんですけど、やっぱねプロセスっていうのを飛び越えらんないっていうのがありますね。あとはやっぱり私と、ニキシーズの信頼関係であったりとか、グループが今すごくこう動き出して、形を作り出してこうまとまり出しているっていう、そういうところになんか見切り発車でバーってやるっていうのは危険だなってどっかで思ってるんですよね。だから、日にちがね刻一刻と迫ってき、つつも、やっぱりそういった自分のね今までのパターンを見ながらやっていますっていう感じですかね。あとは、もう一個ね雑談ついでに、昨日のエピソードなんですけど、これは素敵な話ね。うちの主人の、お母さんが、古希ですね、70のお誕生日を迎えられて、でじゃあ、普段行かないようなねところでお食事しましょうということで、とてもとても素敵なすき焼き屋さんにね行ったんです。お母様とお父様と、うちの、旦那さんと私と娘のね5人で行ったんですけど、生まれて初めてですね、あんなちゃんとしたお店ですき焼き食べたの、美味しいとかじゃないですよ。もうなんかこれがすき焼きなんですねみたいな、いやびっくりで、子供って正直だなと思うんだけど、いつもの3倍ぐらい食べてましたね。これ美味しいねとか言ってお家でやるすき焼きもねすごく好きだけど、
やっぱり全然違いましたね。そして、お部屋もすごい古くて歴史があるようなところだったりとか、給仕をしてくださる方も、すごい、ただ単に物を運ぶんじゃなくて、何かコミュニケーションをこう楽しんでいたりとか、お肉の味とか、それだけじゃなくて、本当に全てが、真心がこもってて本当に素敵だなって思ったんですよね。で、主人の旦那さんは、浅草で食べたんですけど、浅草出身ではないんですけど、割と近辺でね、育ったから、子供の頃の思いとか、自分のおじいちゃんとか、お父さん、おじいちゃんか、となんかこう連れて行ってもらった話とか、なんかそういうね、思い出がすごく蘇ったみたいなんですよね。で、ああ、そっかって言って、なんか、すごくね、美味しいだけじゃない、高いもの食べて満足したとかじゃなくて、なんかすごくいい、時間だねって言って、あったかい気持ちでね、じゃあねって言って、別れて、車に乗って帰ろうとしたら、うちの旦那さんが、やべえとか言って、あやちゃん早く車乗ってとか言って、追うよとか言うから、誰がいたのって言ったら、デロリアン見つけたって言って、デロリアンって知ってます？バックトゥザフューチャーで、タイムトラベル、するさ、車ですよね。日本に多分数台しかないと思うんですけど、それがあって、後ろをちょっと走りたいって、私わかんないんですけど、そういうの、みたいで、で、なんか写真撮って、運転手さんなんかこんなことやったりとかしてたんだけど、彼はっていうか、うちの旦那さんは、いやー、すげえテンション上がるみたいな、削り出しのアルミのボディがとかって、すっごいこうなってて、いや、こんなの見れるなんて本当に夢のようだよとか言って、もう何でもいいことは二木しずのおかげになってるんだけど、二木しずやるなーとか言ってたんだけど、いやー、ちょっと待ってよみたいな。あれってやっぱすごいシンボルじゃないとか言って、今日そうやってみんなで古希のお祝いをして、お父さんとかお母さんが昔のことに思いを馳せたりして、で、同時に次の若い世代のね、孫もいて、みんなそれぞれのタイムラインっていうかさ、時代が今ここに一つとして一緒にいたっていう、そんな、なんか時空を超えてる、そういう象徴じゃないなんて言って、そうだなとか言って、もう美味しいものも食べ、家族といい時間を過ごして、デロリアンを見て、そういったなんか、スペシャルな、なんかこうね、メッセージっていう風に私たちは捉えて、すごい、いい夜でしたね。はい。そんなことが私の今日の雑談です。あとはね、ちょっと私だけかもしれないけど、今日はやたらめったらエネルギーが強いですね。なんかぼーっとしてたらスコーンといっちゃうような、なんかブワーってなんか来てる感じがしますね。こういう日は、なるべく無理をせずに省エネモードで過ごしたいと思いますが、こういう強い時だからダメとかさ、自分の体調が良くなきゃダメとか、それもないんで、今のこの自分の状態だったらどう過ごすのが心地いいのかなとか、ね、あるじゃないですか。具合が悪くても、どうしてもやっておかなきゃいけないことがあるとかさ、休めればもちろんいいんですけど、そればっかりじゃない時に、休めない自分を責めたりしないで、私が思うのは、こうありながらも力をどうやって抜けるところは抜けるかなとか、自分の本当の底力を引っ張り出してくることできるかなとか、今だからこそいろいろチャレンジできるというか、トライできることもあるかなと思っていますので、エネルギーがね、わかんない、私だけだったらどうしよう、強いながらも、今日一日を穏やかに過ごしていきたいって思っています。では、最後まで見てくださってありがとうございました。